帰ってきたか。うまそうだな。いい野菜だ。どれ？
楽しみだな。そういや、さっき外の様子見てきたんだがな、後で少し散歩に出よう。お前と七子と三人で行っときたい場所があるんだ。ああ、それとな、これをお前にやろう。俺と七子が使ってるのと同じやつだ。これはお前専用。後で名前書いておいてやるからな。ああ、だ、俺たちは家族だ。だからお前のカップも七子のカップもいつでも俺が満タンにしてやる。忘れるんじゃないぞ。ああ、そろそろ出ようか。行こう、お兄ちゃん。夜だと怖い。お父さんとお兄ちゃんと一緒で楽しいね。はしゃいで落ちるなよ。ここに来たの？お前ずっと来たいって言ってたろ。そのうちまた三人で天気のいい日に弁当でも持ってこいよな。うん、やったね。もっと川のそば行っていい？魚寝てるかもしれないよ。わかったわかった。足元を気をつけろよ。久しぶりに見た気がするな。俺はこれからも千里を引いた犯人を追うけどな、それはもう何かから逃げるためじゃない。俺がデカだからだ。こんな簡単で当たり前のことすら俺はいつの間にか忘れちまってたんだ。大切なことはみんなお前が思い出させてくれた。本当に感謝してる。この町はな、俺の町だ。七子やお前のいる俺の居場所だ。だから俺はこれからもここを守って生きていく。デカとして、父親としてな。待てこら！くさ、しつけんだよ！なんだ？って、あいつは。おい、どうした？堂島刑事。すいません、お休み中。なこた気にすんな。それよりあいつら、なんだ？あのカツアゲグループです。最近噂になってる。
厚揚げだ。ったく、しょっぱい真似しやがって。お父さん、行くの？おう、悪い奴らを捕まえるのが俺の、いや、お父さんの仕事だからな。悪いが、ナノコを頼む。おうよ、俺を誰だと思ってる？泣く子も黙る稲葉署の堂島だぞ。だからお前たちは安心して先帰って寝てろ。おりゃあ、あてこのクソガキども。お父さん、頑張れ。お父さん、かっこいい。お家帰ろ。帰ってお風呂沸かして、あと一緒に夜食作ろ。ナナコお腹減った。
帰ってきたか。ありがとう。
なんすか。はあ。じゃあまた。おかえり。チーズ。
じゃあ行きますか。帰ってきたか。おう。Tell me why you did.
おう、おかえり。
うちもこういうのやろうかな。ガンモグシとかいけそうじゃない？は？お、リセちゃんじゃないか。町の助役さんでしたっけ。こんにちは。いやいや、聞いたよ、今度の撮影の話。おや、聞いてない。カナミンだよ、カナミン。マスターカナミちゃん、すぐ近くで映画のロケするんだろ。この町にも寄ってってくれるといいんだが。そうだ、リセちゃんからも頼んでみてくれんかい。カナミンってていうか関係ないし。けど待てよ、何人くらいで来るんだ。あの辺は小ぶりの民宿しかないはず。もしかしたら天城屋さんに来てくれるかもな。よし、さっきのマネージャーって人に言っておかなきゃな。ああ、リセちゃん、よかった会えて。井上さん、今日は何の用？いや、ロケ地の下見で近くまで来たから会えればと思ってね。答えを聞きたかったんだ。もう一度君の口からちゃんと。本当に復帰は未定のままでいいんだね。私戻らない。そうか、うん、わかった。これで僕も新しい仕事に専念できる。僕は今は真下かなみの担当なんだ。ほら、映画の話あっただろ。君の後任かなみに決まったんだ。僕らはかなみを売る。きっと君と同等、いやそれ以上にかなみの人気は高くなるだろうね。そう。でもカナミは普通の子だ。それでも売れるように僕らは作る。君には光があった。飲み込みの速さ、空気を読む力、時には強く時には弱く見える繊細な笑顔、何より年離れした演技力。他の子がどんなに望んでもいけない高みへ、君はいけたはずだ。僕のおこがましい
押し付けだけどね。だからせめて君自身の口から今の答えを聞きたかった。じゃあとにかく元気で、体には気をつけてね。何よ、卑怯じゃん。答え言わせた後にさ、そんな言葉現役ん時一度も聞いたことないっつうの。演技力そんなのある。何よ、今さらいろんなこと言って、遅いっつうの。なんか出んのよ、意味わかんない。悲しいことなんか何もないのに、悲しいこと。先輩、私泣いてる自分よくわからないよ。目が腫れちゃうな、きっと。私なくしちゃった。なんかわかんないけど、全部なくしちゃった。怖くて寂しくて。何これ。先輩、お願い、ここにいて、私のそばにいて。私には先輩がいる、みんながいる。何もなくしてなんかない。私を必要としてくれる人がちゃんといるよね。ぐちゃぐちゃで、もっとね、よく考えてみる。自分の今の気持ち、もう何もなくしたくないから。
たね、先輩。